デビジャヒャヘド諸島は、太平洋のおおよそ北緯18度、西経112度付近にある諸島である。メキシコ、コリマ州のマンサニー女子に属しており、バハカリフォルニア半島南端のサンルカス岬の南西 386km、マンサニー女の西 720km から 870km 西に位置している。2018年現在、メキシコ海軍によって保護されている。 大陸法上にない太平洋のメキシコの島には他にグアダルーペ島とロカスアリホス島がある。面積は合計で169平方キロメートルである。ソコロ島の南部に海軍の基地があり250名が住んでいる。クラリオン島にも小さな海軍の基地があり9名がいる。その他は無人である。レビジャヒヘド諸島は4つの火山島からなる。 いかに東にあるものから列記する。サンベネディクト島 4.8km2.4km、面積 10km 平方メートル、標高 310m 曽呂島1 6 5 1メ5 k m 面積 132km 平方メートル、標高 1130m ロカパルティーダ島 91m45m。 面積0 0 0 3トル標高 34m クラリオン島 8.5km3.5km、面積2 7トル標高 335m 諸島は、東西 250km にわたっている。東側の3つの島は、インナー諸島と呼ばれる。一方クラリオン島はかなり西に離れており、タイムゾーンも異なる。諸島を含む、 周辺約15万平方キロメートルは、レビジャヒャヘド国立公園として、メキシコ海軍によって保護されており、サメやザトウクジラ、オニートマキエイ、イルカの他魚や渡り鳥にとって、重要な地域とされている。もともとは、レビジャヒャヘド各諸島から10キロメートル程度の地域までしか保護区域に入っていなかったが、カリフォルニア大学デイビス校の調査によりこの地域に、 生息するサメの行動範囲が1 0トルを言うに超える範囲だと分かったことから保護区域が7倍に拡張された。これにより周辺での掘削や漁、観光開発などが規制されることとなった。海洋研究家のエンリック・サラは諸島を北米の熱帯地域で最も自然が残された場所と評している。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち 以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。